道の区北方漁船博物館は、青森県青森市を木立にあった、博物館。2014年に閉館した。青森県とその周辺及び、北方世界の漁船の展示及び研究を第一の目的とする博物館である。しかし、展示品は、漁船にとどまらず、北前船から、東南アジアのジャンク船、微西船、東アフリカのダウ船。 北欧のバイキング船まで、幅広く船のことを扱っているのが特徴である。船舶の生態保存のみならず、胴体保存にも熱心で、展示船舶を実際に動かしての、青森ワニ遊覧など、イベントも催された。また、2003年から2006年まで、青森市から委託を受けて、生函連絡船メモリアルシップ、発行だ丸の運営をしていた。 2005年11月10日に以前から手掛けていた北前船の完成披露が行われることになり、道の熊ると名付けられた。この道の熊るの建造は船大工の高齢化による後継者育成の意味合いもあると言われている。本博物館の閉館後の2014年に、道の熊るは青森県の平治町に無症状とされ、2016年には、 先端部分が腐食し破損するも翌年修復の後2018年4月に野辺寺漁港に陸上げされた。博物館は1999年、道の区北方漁船博物館財団によって設置された。この財団は地元地銀の道の区銀行の大道寺小三郎を元会長が設立し、同人は博物館運営にも深く関わっていた。大道寺小三郎は、 銀行内で呼びかけて、青森県沿岸を呼び、函館市、秋田市、野代市、久慈市など支店付近の海岸で滅亡しかけていた木造漁船を収集した。そのコレクションが国の重要有形民族文化財の指定を受けたことが、博物館設立の大きなきっかけとなっている。こうして、貴重な保存漁船の展示施設が計画され、合わせて、 海洋全般についての文化体験型学習施設が組み込まれた。地域の学校の体験学習に活用されたり、地元住民を対象にした休日のイベントが行われた。2005年の道の区銀行の不祥事に伴う経営立て直しのため、入場料値上げや、それまで行われてきたイベントの縮小を余儀なくされ、市民や道のく銀行以外の企業などの支援など、 運営をより円滑にする施策が要求される状況にあった。2010年9月下旬より公益財団法人へ移行し、法人名も公益財団法人道の区北方漁船博物館財団に変更された。2014年3月18日をもって閉館。館のサイトやツイッターは閉鎖された。施設、所蔵品は、 青森市に譲渡され、改修工事等を行い、2015年7月26日に青森北のホロバ歴史館として再度開業した北前船の展示。ありがとうございます。